本日の動画は、猫と子供と私、大乱闘する。ゆきみちゃん、人生2度目の入浴をする。以上のような内容となっております。突然ですが、皆さん、大乱闘スマッシュブラザーズ、略してスマブラというゲームをご存知でしょうか。かのね、世界的ゲームメーカー、任天堂が発売している大人気シリーズで、最大8人のキャラクターが一つのフィールドで所狭しと暴れ回り、他のプレイヤーをフィールドから吹っ飛ばすというゲームです。今日は、子供たちを交えて猫たちと遊んでみたところ、まるでですね、スマブラのように、カオスな状態になってしまったので、その様子をお届けしたいと思います。今日は、新しいおもちゃを導入したこともあり、猫たちの食いつきが普段の10割増しです。昼間の姿からは、想像もできない運動量です。こんなに動いたら明日筋肉痛で大変なことになってしまうのではないかと心配になる私は、いつの間にか、筋肉痛が2日後に来る年齢になってしまいました。まさか自分がこのセリフを言う日が来るとは夢にも思わないどころか、世紀末の大予言で散々世を騒がせたくせに結局何もなかったことを、一体あの世でどんな顔をしながら見ているのか知りたくなるノストラダムスですら予言できなかったと思いますが、ここで今日を言わせていただきたいと思います。年には勝てませんね。それではここからハイライトでご覧ください。ああ、切れちゃった。ほら、早速新しく調達したおもちゃが無残にも破壊されてしまいました。猫のおもちゃメーカーは猫の狩りの本能を少し甘く見ているのか、食いつきの良いおもちゃは油断をすると刹那の隙に壊れてしまいます。どれほどかというと、二重の極みの1段目と2段目の間ぐらいの短さで壊れます。今回はこのネズミがかなりのヒット商品でした。そういえば今年はネズミ年ですね。ネズミといえば、猫と人間が知り合うきっかけとなった生き物だということを皆さんご存知でしょうか。その昔、人間が穀物を育て始め、食料の備蓄ができるようになると、その食料を狙い、人間とネズミの戦いが始まりました。歴史の授業で習った高床式倉庫なんかはまさにネズミ対策ですね。そして猫はネズミが大好物で、穀物にはあまり興味はありません。こうして利害が一致した人間と猫、その可愛らしい容姿も相まって距離を近づけていったということらしいです。ネズミがいなかったら私もゆきみちゃんと出会っていなかったことでしょう。いわばネズミは恋のキューピッドというわけですね。弟怪獣が飽きて猫の暖房器具で遊び始めました。が、そこにお兄ちゃん怪獣登場。力に物を言わせて強奪しました。今日は、ゆきみちゃんをですね、人生2度目のお風呂にお誘いしようと思います。というのもですね、ゆきみちゃん、つい先日、避妊手術を受けて、参りました。その時に、この通り、包帯ぐるぐる巻きにされたり、お腹を切開した際に、いろいろ塗られたりしたようですので、まあ、すでにね、グルーミングで舐め切ってしまったところもありそうですが、これらの汚れをきれいに落とすために、お風呂に入りたいと思います。また、この洋服ですね、術後の傷を舐めてしまうのを防ぐために着ていますが、傷も完全に塞がりましたので、もう不要かと思います。この服ね、およそ2週間着続けてもらいました。人間が2週間同じ服を着たら、近寄りたくない程度には不潔になりますね。ということで、今日をもってこの服ともお別れをするので、最後に綺麗な状態にしてあげようと思います。なかなか似合っていたので、ずっとね、着てもらっていても、こちらとしては一向に構わないのですが、きっとゆきみちゃんは嫌だと思いますので、早く脱がせてあげましょう。
暖かくなってきたとはいえ、コロナウイルスも猛威を振るっていますので、ゆきみちゃんも風邪をひかないように、お風呂は温めて、あげましょう。まずは、服を脱がせていきますが、猫とはいえ裏若き乙女の服を脱がせるのは、やはり少し気がはばかられるような、むしろ嬉しいような、いやいや、何度も申し上げている通り、私も紳士ですので変な気を起こさないうちに手早く脱がせていきましょう。この下り2回目ですね。そして、今日は首輪も外して、ゆきみちゃん本当に生まれたままの姿になってしまいます。ちょっとお湯を飲んでしまっていますね。あまり綺麗とは言えませんが、なぜか、お風呂のお湯を好んで、飲む猫は多いようです。人間の出汁が出ているんでしょうか。それでは、ゆきみちゃんお風呂へ入っていただきましょう。あれ、なんかゆきみちゃん大きくなりましたね。昔はこの桶にすっぽり収まっていたような気がしますが、ちょっとね、昔の動画を確認してみましょう。やっぱり、まだまだ小さいとはいえ、ゆきみちゃんちゃっかり成長しちゃってますね。まあ、そりゃね、発情しちゃうぐらいだもんね。体も大きくなるはずです。お湯に全身浸からないのは、想定外でしたが、お風呂全体が温めてあるので寒い思いはしないはずです。このまま洗っていきましょう。それでは、あらかじめ泡立てておいた子猫用シャンプーで洗っていきます。白い猫というのは個人的にはとても好きな色なのですが、あえて欠点を挙げるとすれば、雪の中で見失ってしまうことと、この泡で洗う際に泡がね、ちゃんとついてるかどうかが分かりづらいという点ですかね。全身が洗えているか見た目で判断しづらいので、注意してくまなく洗ってあげましょう。それでは泡を洗い流していきます。毛がね、白いと流す際もですね、泡が落ちているか残っているか分かりづらいので、最後に全身にお湯をかけてあげます。はい、 OK です。ゆきみちゃん痩せちゃいましたが、無事お風呂完了ですね。タオルにくるまれてママに抱かれていると赤ちゃんのようですね。私も自分の子供が生まれた時のことを思い出します。お兄ちゃん怪獣の第一印象は、宇宙人だなーでした。弟怪獣の第一印象は力士だなーでした。ゆきみちゃんお疲れ様でした。ここからは、ドライヤーで乾かしていきましょう。お風呂のお湯もさることながら、このドライヤーの風も猫的にはあまり好きではないようで、逃げ回ってしまいます。夏であれば、そのまま日向に出して乾かしても良いのですが、冬は、しっかり乾かしてあげましょう。ゆきみちゃん、キャリーケースに隠れてしまいましたね。赤ちゃんの頃より知恵がついています。嬉しいですね。しかし人間の知恵はさらにその上を行くのですよ。まさか屋根がなくなるとは思わなかったゆきみちゃん、動揺してしまいドライヤーの風を受けることしかできません。だいぶ乾いてきたので、あとはグルーミングをしながら乾くのを待ちたいと思います。ということで、今日でね、この服もお役御免です。もう使うことはないと思いますが、また子猫がね、我が家に迷い込んでこないとも限りません。一応洗濯して取っておきましょう。
そしてこの首輪なんですが、これ前から思ってたんですが、多分ですね、犬用ですね。猫用の首輪って、首輪がね、どっかに引っかかってしまった時にちゃんと外れるような構造の留め具になっているのですが、これはね、私の使っているベルトよりしっかりしてるんじゃないかと思うほど立派なバックルがついています。ということで、同じデザインの猫用首輪を探したところ、やはりありました。こんな感じでね、引っ張ると外れる構造になっています。ということで、今まで間違えて、ごめんなさいなんですが、今日から猫用の首輪を装着してもらおうと思います。はい、完全に乾ききったゆきみちゃん、ふわふわですね。ブラッシングをして毛並みを整えてあげましょう。それではね、首輪もつけていきたいと思います。はい、よく似合ってますね。ということで、全身綺麗になったゆきみちゃん、無事避妊手術の最終工程まで完了となります。避妊手術をしたおかげか、性格も以前より少し丸くなったようで、わびさびちゃんとの喧嘩も、まあ、ゼロになったとは言いませんが、その勢いは確実に以前よりおとなしくなっています。ということで、今後ね、どんなことが待っているか分かりませんが、また3匹の生活の様子をお届けしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは本日は以上となります。最近生配信も始めたので、ぜひチャンネル登録の上ご視聴ください。それからママブログもやってます。私ではご紹介しきれない、猫たちの昼の顔も見れますので、ぜひ覗いてみてください。ではご視聴ありがとうございました。それじゃあ、バイバイ。